軽自動車で遠出する夫婦永遠に幸せ。偏見じゃん。言わされたんですけど、だいたいこいつに言わされるとき永遠に幸せ。知らないんか。だって軽自動車って運転したらわかるんですけど、はい、めっちゃ疲れるんですよ。フルスロットでマジ80キロぐらいしか出ないんですよ。それで遠出して、しかもその奥さんのこと乗せて遠出できるって相当サービス精神すごい。そっか、したいって思うんだもんね。そのしんどさよりも奥さんと遠出したい。幸せだね。そりゃ永遠に幸せよ。このシリーズいいかもしれない。どうもどうぞ、プラビットの達也と、あれ人と、ということで今回は、首なし鶏についてやっていきたいと思います。おっと、知らないですね。知らない。前カエルはやりましたよね。ああ、確かに、首がない。まあそういうことなんですけれども、まずはこの画像をご覧いただきましょう。ドン。え？意味がわかんない。これ、頭部が切り落とされた後も1年半生き続けた首なし鳥マイクという鳥です。名前ついてんの？はい。第二次世界大戦が終結した直後の1945年9月、アメリカのコロライド州の農家で1羽の鶏の首が切り落とされました。普通なら食肉加工されるのですが、その鶏は頭部がないまま2本足で歩き回り、死ぬことなく生き続けたのです。飼い主は首のない鶏にマイクと名付け、新聞雑誌などのメディアやイベントに引っ張りだこの人気者になったそうです。マイクは1974年3月に亡くなるまで18ヶ月間も長生きしました。そんな首なし鳥マイクと同様に、首を切り落とされても何事もなかったかのように生き続ける不死鳥の鶏がまた近年タイに現れました。今回はそのお話です。昔の話だったけどまた出てきた。また出てきた。え、18年生きたって相当やね。あ、18ヶ月です。お前鳥だけに誇張しちゃった。どこに鳥やん。ちょちょちょということで、タイに現れたこの鳥を首なし鳥マイクリターンズと名付けましょう。つい先日、タイ中部ラチャブリで撮影された鶏の画像を見て驚かない人はいないと思います。ドン。ふわふわやな。違うの、その体の部分は、ね、首なんすよ。ちぎれてるってこと？さっきのマイクって断面結構綺麗だったんですよ。うん。まあ白黒なのもありますけど、今回やっぱ近年なんでカラーで画質も良くて、ちょっと首元グロいんですよね。ちょっとアップにはできないね。うん。で、くちばしやトサカどころか、そもそも首から上がない鶏。ですが、二本足は確かに大地を踏みしめていると。うん、立ってますもんね。すごい。で、この衝撃的な画像は、ノッポングと名乗る人物によってオンラインに投稿されると、たちまち拡散されて、首なし鳥、マイクが帰ってきたと、世界中に衝撃を与えた。ということでね。別アングル。ダメすごいな。ね。で、このタイの首なし鶏がどうして頭部を失ったのか、所有者は誰なのか、など、詳しい背景は明らかになっていないそうです。ただ、現在、首なし鶏は獣医による世話を受けているそうで、首の断面に抗生物質の投与を行ったり、何かしらの方法で餌も与えられて、比較的元気に暮らしているらしいです。まあ、その画像はこれ。本当だ。なんか治療されてますよね。うん。だって、まず、視覚ないでしょ、目ないでしょ。ない。脳もないんじゃない？何で動いてんですか？生前の余韻。その余韻ね。その生きてるから。まだ生きてる。まだ朝方まだ生きてるから。で、タイの地元メディアが報じたところによると、この奇跡のニワトリは頭部を失ってから7日間以上は生存している、確実に生きているよってことですね、うん、で、元祖首なしニワトリのマイクは生存中にメディア出演などで現在のレートで月に5万ポンド、日本円にして750万も稼いだと言われているので、今後このタイのマイク2世が活躍すれば、まあ日本のメディアならず世界中で取り上げられて、かなりお金を稼ぐんじゃないかと。でもそんなの言ったらさ、首切るやつ増えてくるっしょ、稼げるって分かってる。まあまあでも、うん、農場とかですから、ね、そうそうそう、もともとはね。まあこのタイのね、鶏はなんで切られてるか分かんないから、まあ確かにこういうのやるやつが現れる。断面見たけどそんな綺麗な切り口じゃない気がする。あ、スパンとはいかれてないよね。もしかしたら事故とかかなって、あ、鳥とかに襲われちゃって、まあまあなんかガブとか。あと僕らこの前の動画でやったじゃないですか、はい、あの刺されたこと気づかずに歩いてた女子高生、あれ寒いしちょっと触られた、叩かれたと思ったって、 あれ人間だけじゃないと思うんですよ。そう、確かに寒かったら血も止まりますし、そう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 、鶏もまあ感覚がなかったんじゃないかということで、まあ今のが首なし鶏のお話なんですが、鶏だけじゃないんですよ。確かに世界を見るともういっぱい出てくるということで、続きまして、はい、こちらの画像をご覧ください。もうどっちが前か分かんない。首がないのに普通に歩いているラクダの動画が話題になりました。一体どういうことなのかということで、一応動画あるんでまず見ましょうか、うんうん、
動物園みたいなところですね。奥に何か歩いてます。動物かなーってこの近づきますね、うん、おかしいぞと。もうなんか変ですよね。何それ、なんか首あるみたいな感じで歩いてるやん。そうなんですよ。で、コブあるんで、これ確実にラクダなんですよ。これ OB、ほら、首あるラクダ来た。がっつりなくない首もう。ない。付け根からない。そう。ということで、え、以上が、まあ、首がないラクダの映像なんですが、はい、これはネット上の反応ということで、ずっと左向いてるだけじゃないのっていう。あー、近くでね。こうなってて、まあ、こうなったら見えないよねっていうこと。そうそうそう。癖すごいんですよ。だとしたらそんな。そう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 。で、あとは、24秒で止めると顔が見えるっていう話もあるんですよ。一回止めてみますか。ってことは、向いてただけってこと。そう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 。視覚だったんだ。視覚なんじゃないか。あ、これ別アングルですね。あっち向いてるわ。わかるわかる。なんか気にしてる。脇腹みたいな。そう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 。そういうこと？出さないと。じゃないと。確かにね。うん。最後顔出してくれる。あ、つかもうあるよあるよ。あ、全然あるよ。自分の乳首気にしてる。おっぱい飲んでんじゃない自分の。うん。あー、足食べ。はい、顔出ました、最後。なんなんこれ。なんや。ということで、このラクダは、まあ、左めっちゃ向いてただけっていうことなんでね。ね、はい。まあ、一応これもネットでは騙された人が続出して、めちゃくちゃ話題になったんですよ。うん、で、まあ、いろんなアングルからの映像が出てきちゃったんで、ただ左を気にしてるラクダっていうことで大丈夫だったんですが、うん、まあ、鳥に関しては本当なんですよ。断面あったもんね。そうなんです。鳥はいけるんだろうね、多分。大きさ的にもさ、ラクダは無理って思うけど、鶏ぐらいなら何かしらで生きれるんちゃうって思わん、うん、なんで？そう、大きさ的に。首よ、だって。大事じゃないのかもしれないね。鳥類にとって鳥、あれは。首は。マジ？うん。ということで以上が首なしニワトリのお話と、本当は首があったラクダの映像でした。最後いらんやろ、なんやそれ。まあでも一瞬思ったよ。確かに、うん。盛り上がりをありがとうってこと。そう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 。人間も大丈夫な時は来るんですかね。まあ無理か。脳が全部操ってるから。でも余韻はあるんじゃない？でも首切ってさ、首のまだ目動いてたりとかあるよね。あるある。あれは神経の余韻らしいっすよ。そう。だから。あれは余韻だよ、本当に。そう、余韻だ。うん。鳥もたまたま18ヶ月余韻あったんじゃないですか。長くない余韻。うわ、やばいよ。一回ライブ行ってずっと熱いままで入れてるんですよ。すごいよ。めっちゃコスパいいやん。めっちゃコスパいいけど、もう余韻で満足やから来おへんですよ。確かにな。でも、ニワトリの真相も明らかになってないんで、はい、まあ一回そういうマイクのお話があったんで、それで稼ごうとしてるやつのお話かもしれないし、もしその真実が分かった場合にはまた動画で取り上げますので、はい、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。I'm not afraid.